ゴミ対策課からゴミの原料などについての情報をお届けするゴミダイエット通信です。ゴミ対策課渡辺さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はどういったテーマでお話しいただけますか？はい、今日は資源物地域集団回収事業についてお話しします。資源物地域集団回収事業とは、子ども会や自治会、マンションの管理組合など20世帯以上が加入している市民団体が市に登録し、古紙類、缶、瓶、古布類などの資源物を集め、調布市が資源物の回収量に応じて奨励金を交付する事業のことです。どういった資源物が奨励金の対象になるんでしょうか？はい、調布市では新聞、雑誌、段ボールなどの古紙類、缶、瓶、古布類、牛乳パックが対象品目となり、回収量に応じて1キログラム当たり8円の奨励金が市から交付されます。これらの回収団体が集めた資源物はどうなるんでしょうか？はい、回収団体によって集められた資源物は、市に登録した資源物回収業者に引き渡します。回収業者は回収した資源物を再利用処理業者へと持ち込みます。こうして資源物の資源循環が形成されていきます。どういった団体が集団回収を行っているんでしょうか？そうですね、自治会や子ども会、PTA、婦人会、マンションの管理組合や学校、幼稚園の保護者会などで集団回収を行っています。現在およそ260の団体が活動しています。資源の循環は大切ですよね。そうなんです。調布市では燃やせるゴミ、燃やせないゴミや資源物を個別収集していますが、集団回収の実施により資源物の処理にかかる経費が軽減されています。また市民の皆さんが集団回収に取り組むことにより、地域組織の活性化が図られ、地域のコミュニティ作りにも役立っています。新たに集団回収をしたい場合はどうしたらいいでしょうか？はい、まず20世帯以上が集まって市に回収団体として登録していただきます。次に市に登録した回収業者と回収の打ち合わせをしていただき、集めた資源物を回収業者に引き渡します。回収業者は引き受けた資源物を再利用処理業者に持ち込みます。その後3ヶ月ごとを一期として、回収団体から年4回市へ奨励金の交付申請を行い、市から奨励金が支払われます。他に集団回収を始めるメリットはありますか？はい、地域や幼稚園、学校の皆さんが一緒になって集団回収活動に取り組むことにより、ゴミ減量の意識づけや地域のコミュニティ作りにも役立っています。ゴミ減量と資源化を推進するために、集団回収への積極的なご参加とご協力をお願いします。詳細につきましては、調布市ホームページをご覧いただくか、ゴミ対策課減量対策係までお問い合わせください。皆さんも集団回収を始めてみてはいかがでしょうか？では最後にお伝えしたいことはありますか？はい、調布市では四半期ごとの1人1日あたりの家庭ゴミの量について、目標値を達成できているかをお知らせする調布ゴミダイエット注意報を新たに設定しました。この目標値は平成31年3月に改定した調布市一般廃棄物処理基本計画の最終年度である令和4年度の目標値 360g を達成に向け、各年度ごとに設定したものです。令和2年度の目標値は 372g ですが、令和2年7月から9月は 384g で 12g 上回り、目標を達成できていません。 12g はミニトマト約1個分です。まだ食べられるのに捨ててしまう食品ロスや、8割が水分の生ゴミの水切り、ゴミと化ければ資源物になる古紙や容器、包装、プラスチックの分別など、ほんのちょっとした工夫でゴミを減らすことができます。ご自宅のゴミの出し方を見直し、ゴミの減量への取り組みにご協力ください。ゴミ対策課渡辺さんにお話を伺いました。